中年オタッキーです。ちょっとね、予定がどん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 狂ってるんですけども、ちょっと私のトラックがリコール修理でね、ちょっとトラック取り上げられてね、本当はね、ニコン F2 フォトミックとキャノン F1 のね、比較をする予定だったんですけど、ちょっとあの環境が変わると撮影になんかこういろいろと支障がありまして、そんなわけでね、今日はちょっと予定を変更しまして、最近ね、あのシャッターの幕速調整の話をよくします。で、結構な人が、どうやって調整してんだと、いうことをね、問い合わせてくるというか、書き込んできますんでね、今日は、このね、シャッターの幕速がね、大幅に狂っているこのキャノン FX、ジャンクでね、買ったんですけどね、いくらで買ったかも忘れちゃった、ずいぶん前なんで、このカメラのね、シャッターの幕速をね、調整しながら動画にしてみたいと思います。それでは動画スタートしてまいります。はい、まずはね、そのこのキャノン FX なんですけど、今回はキャノン FX のことについては詳しく調べてないですけどね、相当古いカメラなんですよね。まあ、キャノン F1 がすでに50年近く経って、それ以前に発売されたカメラでして、布幕の、ね、横走りのフォーカルプレーン、を搭載してます。ちょっとね、もう布幕にシワが寄っているような状態なんですけど、でこのカメラをね、お金を出してね、プロにね、修理を頼むっていう人は多分ね、相当この FX に思い入れがある人ぐらいしかいないんじゃないかなと思います。で、たまたまね、このカメラを入手した時に、調子が悪いと、いうことはね、結構あると思うんですね。で、今回は、これね、これ Amazon で1700円で購入したね、シャッタースピードテスターのセンサーです。これをね、iPhone の、イヤホン端子にね、接続して、このセンサーが、光を受けたら音が出るっていうアイテムになるんですね。で、携帯電話、そのスマートフォン、iPhone にね、アプリを入れるわけですよ。これシャッタースピードテスターっていうね、アプリケーション、このセンサー専用のアプリケーションなんですけど、これでね、計測、しました。まずね、どんな状態かっていうのを、確かめてみました。でね、1回目のテストではね、このようになってます。1000分の1がね、390何分の1、500分の1が285分の1、250分の1、181分の1、125分の1が98分の1、で60分の1が48分の1で、30分の1だけ比較的まともだったんですけどね、27分の1ぐらいだったんですけど、まるっきりね、シャッター速度が出てなかったんですね。でこういう場合ね、どうしたらいいかというと、結局ね、シャッター幕っていうのは、1つ目の幕が走って2つ目の幕が走るんですけど、これが高速シャッターになってくると、だいたい60分の1を超えてくると、開いたまま同時に走るんですね。で、先幕が遅いと、後幕に追いつかれて、最後の方が露出不足になるんですよ。このカメラはそれはなかったんですね。で、シャッター速度がもう全体的に遅いということは、要はこの幕の速度が両方とも遅くなっちゃってるんですね。だからそのシャッター幕のテンションをかけてね、シャッター速度を、そのシャッター幕のスピードを上げてやればいいと。で、先幕だけ速くすると、どんどん開いて、その最後がロックオーバーになってしまうんで、とりあえず後幕の速度を上げるんですね。で、作業をやっていくんですけども、このカメラの場合はまずね、マイナスネジでね、3本で底板が止まってます。ちょっとね、相変わらずね、老眼で、これ老眼鏡っていうか、ハズキルーペのバタボみたいなやつをかけてやってるんですけどね、このネジをね、3本、緩めていきます。ちょっとね、アングル的にちょっと見にくいかもしれません、申し訳ない。これ2本目を外しまして、で、3本目はね、この側面の方についております。これ非常にね、3本ともちっちゃいネジ。しかもね、FX は古いカメラなんで、マイナスネジで止まってますんで、非常に回しにくいです。もしね、実行される方、
いましたらね、なくさないようにネジを、気をつけて、で、これパカッと外れます。外れますとね、まあ、F1 とかね、ニコン F とかの同じように、ここにね、テンション調整の、やつがあるんですけども、これね、ニコン F とか F1 みたいに高級機じゃないんでね、ロックナット1本で止まってます。で、今いじってるのがね、アトマクのテンションになります。アトマクのテンションをね、これ、無理やり半時計回りにギュッギュッと回してやると、アトマクのテンションがかかります。んで、今、ロックネジを回してロックをしました。これでね、一旦確認です。1000分の1にシャッタースピードを合わせて、で、シャッターを切ってみます。これを見てると、ちょっと後ろの方が、開いてないのがよくわかります、最後の方がね開ききってないのがよくわかります、これでもう一遍ロックネジを緩めて、この先膜の方をね無理やりね、反時計回りにね、回してやるんですね。テンションをかけてやると。これがものすごくやりにくいんです。このカメラねやっぱね普及機なんで、微調整をやりにくいカメラになりますけども、これ無理やりに近い感じでね、テンションをねかけていってます。今なかなか回らないんですけどね、F1 とかねニコン F とかその辺はね微調整できるような構造になっててすごくやりやすいんですけど、これキャノン FT とかもね同じ構造なんで、キャノン FT シャッターマクソク調整とか言ってねググってみたらね結構やり方をアップしている方があるんで、テンションのねいじり方はねそちらを参考にしてみてくださいね。相変わらずね上が先膜、下がアトマクになります。で今これロックネジを締めているところですね。ロックネジ、ちょっとね天秤みたいな感じでロックネジがついてるんです。開けてみたら分かると思うんですけど、これ適当だなっていうねロックネジです。でロックネジを締めまして、この後シャッターを、切ってこう均等にね、動いているかどうか、確認していくんですね。でその均等にもうどうやら均等に動いているようなんで、まだこのセンサーでね、シャッター速度を点検してみました。そうするとね、1000分の1が1016分の1、500分の1が498分の1、250分の1だけちょっと早くてね266分の1、125分の1が121分の1、60分の1が 52.6、 ちょっとこれ遅いですね。1割以上遅い、で30分の1は 30.8 分の1ということで、まあいいんじゃないかなと、いうレベルの仕上がりになりましたので、これで作業終了ということにしました。今回はね一発で決まったんで、ね、これなかなか一発で決まるということはないです。でシャッター速度がね全体的に早い時はね先膜を引っ張ってやるだけで作業終わるんですけど、遅い時はこのようにね両方調整してやらなきゃいけないんですね。で本当はね本当はもうフルオーバーホールするのがもちろんいいに決まってますけど、これもう500円とかねそういう金額で買ってきたカメラなんで、それにね1万5000円とか2万円とかね、オーバーホールのお金を払うのはちょっとなっていう、考えもありまして、今回は、自分で完全に調整しています。で結構いい数値が出ました。ぶっちゃけた話ねニコン F よりいい数値が出て、1000分の1がしっかり出ましたからね。なかなかねこのシャッターマクス速が遅くなったりだと、テンション調整だけで1000分の1なかなか出ないんですけど、このキャノン FX は一発で出ました。なかなか優秀ですねこのカメラ、まあ、構造が単純なのかもしれないですけど、まあたまたまかもしれないんですけどね。そんなわけでね今日はこんなね適当なねメンテナンス動画になる、ちょっと家からなんでねあんまり時間かけれないんで、もうね家に来るとね、家に帰ると、朝飯、昼飯、晩飯、僕は作ってるんですよね。もう本当にって何のことかよくわからないっていう。まあ今日嫁が仕事に行ってるのもありますけどね。はい。今日の動画はこんな感じでね、ちょっと編集の時間もありませんので、いつものね、作品投稿のコーナーと、俺のカメラのコーナー、やったやっちまったのコーナーは、今回は、ちょっと割愛させていただきます。メンテナンスのね、動画を、やってくれやってくれって、今度はレンズの分解ね、昨日もねそのニュー FD50mm を分解してちょっとツイッターに上げたレンズ分解の動画もぜひっていうことだったんですけど、ニュー FD50mm はね実はもう分解がもう死ぬほど簡単です。特にね前玉の分解なんか多分2分で終わりますんでね、
とりあえずね、単焦点レンズは比較的簡単なんで、ネットで例えばね、ペンタックス、スーパータクマ 55mmF1.8 分解とかで検索したら、分解のやり方結構出てきます。まあ、動画の方が分かりやすいといえば分かりやすいんですけど、それで十分分かると思うんでね、いっぺん挑戦してみていただければと思いますけど、要望が強いようならね、レンズの分解の方もね、やっていこうと思います。僕ズームレンズはちょっとね苦手で、それにズームレンズはやっぱね挑む人が少なくてね、そのネットに上げてる人も少ないですよね。単焦点レンズは簡単に分解できるんでね、ネットにね写真付きで、作業の工程とかを上げてる人が多いんですけどね。はい、今日の動画はねこんな感じで、ちょっと簡単になりますけど、終わっていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録の方ね、今のところね順調に増えていく方向に戻ってちょっとほっとしてます。でね、まだねまだまだチャンネル登録してない方多いと思いますんで、できましたらねチャンネル登録の方お願いします。でこの動画のねあれ面白かったとか役に立ったなとか思った方はね高評価お願いします。で最後になりますけど、この作業をね、あくまで自己責任ということでお願いしますね。特にその高価なカメラをねこれやって壊したとか言っても僕責任取れないんで、とりあえずこんな風にしたらシャッタースピードが速くなるよと、そういうねレベルの話にしておいてください。でテンション調整するときはやっぱねこういうね測定器具が必要になってきます。今んとこねその Amazon では品切れになってるんですけど、いつ入荷するか分かんないっていうことなんですけどね。まあ他にもねそのシャッタースピードのテスターの情報が入りましたらね、また動画で伝えたいと思います。はい、今日の動画はこんな感じでおしまいです。次こそねできるかな、次こそニコン F2 フォトミックと、キャノン F1 のね、構造的な比較とかをやっていこうと思います。はい、それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。